じゃあ、そして2名は、僕の場合、さっき言った通り、今年ソングがうじゃうじゃあるんで、その中でまたピックアップしたいと思います。バスの運転手やってながら、なんか電車の歌ってあるんですよね。この電車のね、この歌のタイトルがね、東京の人に馴染みがないね、伊豆箱根鉄道すんずすんって言うんですよ。知らないでしょ。あのね、すごい田舎のローカル線じゃなくて、ちょっと大都市近郊にあるようなね、この辺で言うと何になるのかな、東京王井の頭線はちょっと都会すぎるから、東急池上線とかそういう言い方が正しいのかどうかわかんないですが、そこそこ電車も15分おきにあって、そこそこ田舎走ってるんだけど、まあ人も乗ってるみたいな、一日何本のローカル線じゃないなくて、位置づけはそんな感じなんですよ。主電に三島を走ってる電車で、主電寺は要するにそこの終点なんですよね。主電寺駅っていうのありまして、そこで昔いろいろラブソング経験をもとにかどうか分かりませんが、ラブソングを作りました。来てください。タイトルは恋の伊豆箱根鉄道すんずすんです。またこの手の曲会みたいな感じで。
もありがとうございます。